軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。やはり軍玉閣は空を飛んでいないとな。初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち、空からリーウェ港を眺めたわ。でも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの。私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーウェ港の上空を飛び、世の繁栄と平和を見守ること。私の本心は、時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしら。こうして足を止めて花火を鑑賞し、リーウェ港を眺める、とても幸せなことね。少女が英雄になる物語です。その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。という時にはまた軍玉閣を落とせばいいだけの話です。